長長谷川豊の本本気論論音チャンネル皆さんこんこにちは長谷川豊ですえっ、ー、とですね今日はちょっとビジネス的な話をしようかなというふうに思います。こちら「ZOZO の PR 担当で大丈夫か?」なんていうね、えー、ZOZO のお社員の方々が聞いたら怒りそうな、えー、タイトルをつけさせていただきますけれどもちょっとだけお話を聞いてください。 あの僕は今ですね日本全国を回りながらですね、えー、選挙に向けての準備っていうのもしてるんですけれどもと同時に、えー、あくまで PR コンサルタントメディア戦略のコンサルタントとしてですね、えー、たくさんの企業様の、まあ、いわゆるパブリシティであったり PR の、えー、助言を行っているそういう仕事をしているわけなんですけれどもよく聞かれるのがあの日本人ってね PR を下手というよりは PR 広報とといいいいううものを知らないという人が多いんですこの間も質問を受けたんでちょうどその話をシェアしようというふうに思うんですが2012年にアメリカのニューヨークで PR 学会という正式な PR に対しての学会が行われています。でそこの資料にも結構明らかになっているんですけれども、えー、商品が売れるプロセスっていうのは v CP のプロセスしかないというふうに言われていて、これを VCP プロセスっていうふうに言います。VCP プロセスっていうのは頭文字を取っていて、ビジビリティ、いわゆる認知性。まず知ってくださいねっていうことですね。知らなかったら話スタートしませんよっていうことです。ビジビリティが上がって知ってもらったら次に C、クレジビリティ、信頼性が高まってきます。知って、信頼して、 やっと P ・プロフィタビリティ収益につながっていくんですよこれは全てのマーケットにおいて共通してるんですよっていうのはこれはあの MBA とかの試験とかでもあの教わったりするんですけれども世界的に割と常識で全てててののの価値においい、えー、共通の結果が出ているものなんですねその VCP プロセスに当てはめて考えるとですね日本のね英語の辞書って間違えてるんですよ。広報 って打ち込むと和訳あの英和辞典って言うんですか日本語で広報って英語でなんて言うんですかってやったらねパブリックリレーションズって出てくるんですねパブリックリレーションだから PR 語訳ですもし打ち込んで広報って打ち込んでパブリックリレーションっていう風うに出てきたら間違ってると思ってくださいこれは世界の今は常識です広報に 該当する英語はといて言うなら well「well-known」か「activities」っていうあたりが正確な英語になってきます。まず知っていただくということをやらないといけなくてその「activities」だとか well「well-known」の作業っていうのは一つ 危険性もあるけれども、炎上商法っていうのもありますし、お金を払って CM を打っていく、いわゆる宣伝という行為もありますし、うちの会社が担当しているパブリシティといって、ニュースにしてしまう。で、話題にしてしまう。なんていう取り扱いの仕方もあるんですね。これらはすべて well、Well-known。いわゆる、広く報じる。広く知ってもらう広報戦略になります。これは VCP プロセスのビジビリティの部分になるんですね。その次の段階で、 言ってもらって、その後、世間といい関係を築きましょう。これが、タブリック・リュレーションズです。PR ですね。PR を広報と間違えちゃってる人が多いんですよ。知りもしないのに綺麗事言っちゃったりする。全然知らないのに綺麗事だけ並べ,並べられても、普通の人わかんないですから。段階が違うんですね。じゃあ、この段階を 間違えちゃうとどういうことになるのかっていうとそれでも最近で非常に有名になったのが ZOZO なわけですよね僕が PR 担当で大丈夫なのかっていうと結論から言うと ZOZO の PR は失敗してますこれはプロの目から言わせていただきますけれど断言します間違ってますまず ZOZO の前澤社長はサイ子さんっていうダルビッシュの奥さんだった人と付き合ってわーっと確かに。 テレビのワイドショーなどで扱われて知名度が上がって宇宙に行きますよだとか高額な絵買いましたよだといろいろありましたけど一番有名にしたのがゴーリキアヤメちゃんです。オスカープロモーション所属のエースタレントであるゴーリキアヤメちゃんの彼,を彼女にしましたっていうのでものすごくまあ有名になったことは皆さんもご存知の通りですよね。はい、ここでです。はい、ここで PR 担当っていうのはビジビリティは上がったのでクレジビリティ。 C のプロセスに入っているということを理解してないといけないんです。もう知ってるんだから、あ、この人なんかいいかもっていうふうにならないと、ZOZO という会社の信頼性につながらないんですね。ところが、いわゆる炎上商法の一つとも言えるような、100万円ずつばらまくよっていうのをやったりだとか、 あの特定の人に対してのそのお金の寄付をうんぬんみたいなちょっとお金をばらまくみたいなことばんばんやってるんですけどこれって危険性も伴う炎上商法のうちの一つなんですよこれは完全に広く知らしめる話であって今ゾゾって別にそのゾーンにいないんですよね今は好感度を高めなきゃいけない時期なんですなんですけど 未だにテレビタレントみたいに広く知ってもらうっていうことを炎上を含めてやり続けてしまっているのでちょっとご覧いただきましょうゾゾの株価です、はい、こちら4800円ぐらいあったようなピーク時から比べるとですねもう特に剛力あやめちゃんとの交際報道があってからですねどんだけ下がってるかっていうのがもうこれ一目瞭然だと思います。 もちろんこの中には経営の発表であったり、ZOZO スーツの失敗とか、いろいろ経営戦略的なものもあるんですけれども、それ以上に最近、週刊誌で報じられているのは、そもそも ZOZO というサイトから大手メーカーがどんどん撤退していってるんですね、もう一緒にされたくねえわっつって、イメージ悪くなるわっつって、それによる株価の下がり方っていうのが、今、歯止めが効かない状態なんですよ。これはね、PR 担当としてはやっぱりね、失敗していますよねと言わざるを得ないです。 これだけ認知度が高まったのであれば、作戦チェンジが必要です。芸能人になりたいんだったら話は別です。前沢さんが芸能人になりたいんだったら話は別です。芸能界においては悪名は無名に勝ります。それは常識です。でも、前沢さんは経営者であって、別に芸能人ではないので、このやり方の PR 担当がいるんだとしたら、はっきり言って下手です。これは、あの、一応プロとして、 助言、えー、しななななけければいけないいとところなのかううふうには思いましたもしですねこの動画をご覧の方々も身近なところでですねビジビリティが上がりもしてないのに綺麗事ばっかり言ってる人がいたりだとかすごいもう知られてるのに変なことをやり続けて、あのー、評価を落としたりというふうにしている人がいたら、PR、下手くそだななんていうふううに思ってやっててやくださいそうですねまあ昔いましたけどねすげえ知名度は上がってんのに。 炎上をやりまくってゴーって燃え上がった元アナウンサーがどっかにいましたけどね誰のことだったでしょうねありがとうございました <laughs> 長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みますお楽しみに